ジャパン、日本のすごいニュースへようこそ。今回は持ち運べる水素についてお話ししていきたいと思います。昨今、水素社会の代表的な候補として期待される燃料電池車 FCV ですが、その出荷台数は電気自動車やプラグインハイブリッドなどと比べるとはるかに少なく、まだまだ普及しているとは言えない状況です。その理由として、扱いの難しい水素を使用していることや水素インフラのコストが高いことなどが挙げられているんです。このチャンネルでも何度か水素社会実現のための新技術をご紹介してきましたが、今回ご紹介するのは国内外で注目される水素キャリア、水素化マグネシウムです。水素キャリアとは、水素を別の状態や材料に変換して貯蔵運搬する技術のことですね。常温常圧で安定し、より安全に水素を貯蔵運搬できる従来の水素キャリアの課題を払拭し、 FCV、 ひいては燃料電池で動く FC バス、 FC バイクなどの普及を後押しする可能性を秘めていると言われているんです。今回は新しい水素キャリア、水素化マグネシウムについて見ていきたいと思います。このチャンネルでは日本を応援する立場から、日本や世界の興味深いニュースを中心に様々な情報をお届けしています。こちらは当チャンネルから発信した動画の代表的なものになります。こうした情報に少しでも興味のある方や日本が大好きな方は、忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。そもそも水素とは、地球上で最も軽い気体で H 原子が2つ結びつくことで生成されているものであり、水素はいろんな元素と結合して水や化石燃料といった化合物の状態で存在しています。地球上に存在する水素はそのほとんどが水として存在しており、人間は水がないと生きていけないですし、水素は人体を構成する上で最も重要な元素の一つなんです。実に全体の 60.3% を占めており、水素は体の中でそのほとんどが水として存在しており、私たちの生命活動に欠かせないものでもあるんですね。そんな身近な水素ですが、地球温暖化対策の希望の星として昨今注目を浴びているわけですね。燃料電池は水素と酸素の化学反応で発電し、排出されるのは水のみであることから、クリーンエネルギーとして幅広く認知されていることや、化石燃料の3倍以上の燃焼エネルギーを有し、地球温暖化や大気汚染の心配もないことから、近年ではいろいろな企業が開発競争を行っているんですね。しかし、そんな夢の水素にもデメリットもあるんです。それは貯蔵や運搬などの扱いの難しさです。具体的には、現在主流の圧縮水素は35メガパスカルや70メガパスカルといった高い圧縮エネルギーにより水素を圧縮するため爆発の危険性が高いことや、液化水素はマイナス253度環境下で貯蔵するため膨大なエネルギーを要するほか、容易に気体に変化する可能性があることなどが挙げられます。さらに水素インフラのコストが高いことも課題となっています。圧縮水素に対応した水素ステーションは、水素製造装置、圧縮機、蓄圧機、冷凍機、ディスペンサーなど数多くの機器を設置し、建設費用は1機あたり数億円に上り、これでは参入できたとしても大企業のみで、ベンチャー企業が付け入るところがないのが現状なんですね。そんな中注目を浴びているのが、日本のバイオ航空技研が開発している水素キャリア、水素化マグネシウムです。非常に分かりやすく説明しますと、従来の水素ボンベの代わりにマグネシウムを使い、水素キャリアとして使うというものです。これを開発したバイオ航空技研によると、手のひらサイズの水素化マグネシウムに40リットルの水素を詰めることができるそうです。この水素化マグネシウムは常温常圧で安定し、安全性が高いこともあり、従来の水素キャリアと比較して同等またはより多くの水素を貯蔵できるんです。コスト面では資源量が豊富で安定調達が可能なマグネシウムを採用し、かつ水素
素ステーションなどの高価な水素インフラが不要なため低くできることも期待されており、さらにマグネシウムは生産プロセスも確立しており、工業化へのハードルも低く、新規参入が容易であることも注目されている要因の一つなんです。マグネシウムタブレットやマグネシウム粉末などに専用の水素カロを使って、高温高圧環境下で水素と反応させ固体やペーストなどとなり、これらをカートリッジなどに格納させて水素キャリアとするような運用のされ方を想定しており、バッテリーみたいな使い方になるのではないでしょうか。使用時は水素化マグネシウムと水を反応、つまり加水分解させ、自動車の車内や調理現場など使いたい場所で水素を発生させることができ、その際のエネルギー密度は同じ重さのリチウムイオン電池の10倍以上にもなるそうです。カートリッジはコンビニなどの店舗で購入する仕組みが考えられているそうです。他にもペーストはタンクに充填する方式も検討されており、その際の充填設備は標準的なもので済むため、数百万円程度に抑えられると見積もられています。また使用後は酸化マグネシウムとなりますが、回収して再利用することもできるそうで、将来的にはコンビニで購入回収することで FCV の利便性もより高まるのではないでしょうか。水素化マグネシウムの用途は水素自動車、 FC バス、 FC バイク、 FC フォークリフト、 FC 船などのモビリティの他に、ドローン、家庭用 FC システム、水素発電などが考えられています。 FCV や FC バスの業界では、イギリス、ドイツ、オランダなどで一部実用化が進んでいるとされており、日本と並んでライバルになるのは間違いなさそうですね。日本で開発が進んでいるバイオ工具技研のマグ水素タブレットは、マグネシウムインゴットから切り出したマグネシウムタブレット内に水素を貯蔵することにより、さまざまなマグネシウム流形を使用することで水素の発生スピードや発生量をコントロールできることが長所であり、水素貯蔵量においては競合他社より多くできるんです。さらには製造開発拠点は自社の沼津事業所ですが、欧州に新たな拠点を設けることも検討しているそうです。バイオ工具技研社長の上杉博之さんは、安全に水素化マグネシウムを自分で持っていけますし、コンビニエンスストアでその燃料も調達できる、そんな世の中になるんじゃないかと思っていますと、このようにコメントし、水素化マグネシウムの未来について語っておられます。このように水素社会はいろいろなところで技術開発が進んでおり、明日明後日にはならないですが、思ったより早く我々の前に到来するのかもしれません。特にマグネシウムは海水に含まれるなど地球上に豊富に存在することから、資源に乏しい我が国には特に有望な資源となりうるのではないでしょうか。かつてテスラのイーロン・マスク CEO は、水素は馬鹿げていると発言していましたが、こうした新たなアプローチによって水素の活躍の場が増えていくことは想定の範囲外だったかもしれませんね。まだまだ発展途上の技術ではありますが、この水素化マグネシウムは水素の日常使いにおいて今後大きな飛躍を果たすかもしれませんし、これからの水素関連の技術開発に注目ですね。というわけでご視聴ありがとうございました。サブチャンネルジャパンさんのお話と、この動画のチャンネル登録、コメント、グッドマークお願いいたします。それが何よりのモチベーションになります。サブチャンネルではここでは扱えない話題やニュース、本チャンネルのコメント返信、日本のすごい観光地巡りなどしておりますので、ぜひ見に来てください。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。